ええ、後ろが。いやー嬉しいね。うわーすごいすごい。もうちょっと下げてもらえる。ほら動いた。この箱が動いた。え、ああそう、本当。もうちょっと下げてもらえる。ほら動いた。この箱が動いた。え、ああそう、本当。動いた。結構動いて。おお。ああそう。あ、じゃあ喜んでるんだ。ここら辺でいい？はい、いいです。ここに入る。昨日も見たけど、ほら、ゲグーノって書いてるでしょ。伊勢ゲグー。豊家さんですよ、ね。ああ、そうですね。豊家の隠れ瀬尾姫さん。狼の親神って書いてあるんですね。だから隠れ瀬尾姫さんですよ。ああ。枠結びの御事ですね。書いてるでしょ。こっちも同じ書いてるけど。あまり聞かない人で。豊家の親神やから。ああ。どんなんやか。この人に聞いたら分かるけどね。中谷さん何言ってんの。何言って。あ、いいね、いいね。あ、そうですよね、同窓心ですよね。同窓心やから、まんまんちゃんしてあげて。龍蛇神様ですね。そうですよ。はっきり同窓心って書いてくれてるんですか。だからほら、お菓子をね。あ、おかしい。あ、本当だ。あ、わあ、稲穂もあるわ。稲穂も。あ、そうですね。こう見えるようになったなんと。わらしべちゃんたちが。ありがとうございます。喜ぶから。はい。薄だ。ああ、薄、うん。あそこぐるっと回して。ああ。二つ、上と下で回して、あら横から。ああ。やするな。から薄、薄っていうのはあの男と女を象徴するんですよ。あ、特に女性ね。女性を象徴する。これかってほら、この穴が開いてるでしょ、こうやって。あ、はい。でこれは祠みたいな祠型のやつでね。あ、ちっちゃいけど一応どうす、これも全部造祖神を持つってやつと、これだけはまあ一応違うけど。ね、ちゃんとあれですよね。うん、ちゃんと朝で、ああ締めながらやってね。ちょっと後ろから見て。登場してあげたら。はい。設定です。何か一つだけね。払いたまい、清めたまう、噛むながら、くしみたま、先はえたまい。払いたまい、清めたまう、噛むながら、くしみたま、先はえたまい。払いたまい、清めたまう、噛むながら、くしみたま、先はえたまい。
この地に鎮座されます。八百万の神より全ての良きことが雪崩のごとく起こります。いやさかあちまりかん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 。かんながらたまちはえませ。かんながらたまちはえませ。かんながらたまちはえませ。徒歩神へ見た目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 。ありがとうございます。神様ご先祖様どうか微笑んでください。ありがとうございます。こちら道祖神様ですね、道祖神様はやはり中平さんも、おっしゃられてましたが、やっぱり龍蛇神ですね、龍蛇神の神様ですね。なるほど、ありがとうございます。ありがとうございます。小さいけどね、やっぱりこの木と、この木にちゃんとねしめ縄がしてありますね。ああ、ね、うん、やっぱ大切にされてますね、ほらミミズさん、ミミズさん、キリキリって言うんですよ。あ、ミミズですね。ミミズも一応龍神さんの仲間なんですよ。へえ。ましてということは同じところに住んでて龍蛇神さんと。ああ、だから、まさにこれも龍やから化身ですよね。地の龍って言うんだから。これはくすりにされたんだって中国では。ああ、ね、これがそうなの。うん、私初めてです、神社でも。水沢は僕らもなかなか見つけること難しいけど、今お参りして下向いたらあれ動いてる。だからちゃんと神が現れてきたわけですよ。ああ、そうですね。すごいね、喜んでくれてる、ね、ありがとうございます、ね。そして今私いい発見した。福田もみ、ほら江戸時代のほらこれあ、これか。寛政年間の寛政7年、もしそのまま取ったですね、はい、寛政7年ね、に宇野なんとかの月にね、この鳥居が建立されて、そしてここに神主ね、はい、15位の下かな、15位の下だから大名クラスね、トップクラスじゃないけど、水戸光圀公ぐらいだったら3位ぐらいの、ね、お三家だから。だけどそしてちょっとこれと分かりにくいけど、なんと藤原ああ、ほんとだ、藤原の、あ、本当だ、朝の海阿蘇海、阿蘇海ね、阿蘇海ね。ほんでこうちょっと字がちょっと分かりにくいけど、神主さんね、あ、15位の下の位を持ってったね、そこそこの位を持ってった神主さんが一応当時の奉納主、直接この方が奉納したってことじゃないけどね、こちらに何だろう、これ安倍何だろう、なんとか上毛さん、名前があるから、こちらがじゃあ奉納主ですね。あ、安藤さんか、ああ安藤かな、ちょっと分かりにくいけど、石工って書いてあるんでしょうね。ああ、石工、石工。安藤なんとか、石工。あ、ほんと、石工って書いてある。で、なんとか、上衛門。当時の宮司さんが藤原さんで。あ、ね。で、右もほら、同じ時にやったから、これ、下草の国。あ、はい。なんとか軍ってね、書いてある。そこの灯籠には分かりやすくね、ここの軍名が、なんか書かれてますね。あ、なんかそこそこ古い江戸時代の。江戸の中期ぐらいかな。ああ。なんか完成の。そこ、ここに書いてある。稲葉、こっち側か。稲葉郡、君津郡か。公の津かな。ああ。君津郡。だから津やから港町で、川筋のね、港ね。あ、川船の。あ、そういうところで、で、まあ、それなりに、なんていうかな。商品の物流の拠点の一つであったってことですね。ここもこっちも
マガタ、マガタ、オオカミ、あ、ここにご神明書いてる、灯籠って書いてあるね、うん、そうですね、これがワンセットで、あ、はい、ハラエドの前、すごい光、すごいね、本当だ、すごいですよね、うわー、すごい、すごい、あ、あれ、これハラエドの前です、マガタマ、うん、じゃなくて、なんだっけこれ、マガタやから、丸いの、あ、すごい。あ、綺麗。綺麗ですね。すごいのですか。ハラエドの前です。はい。あ、これ。あ、すごい綺麗です、姫様。ありがとうございます。いいの撮れてて最高です。ねえ、すごい。マッチ素晴らしい。あ、もうちょっと下げた方がいいかな。あ、動いた。この箱が動いた今。え、あ、そう。本当。ピクピクンって。イメージがいたんじゃないですか。こうやって。あ、そう。あ、じゃあ喜んだんだ。うん、ここら辺でいい？はい、いいです。ここにも入ります。ここはい。名前も入るし。これぐらい？あ、大丈夫です。映ってます。ね、これぐらいで。素晴らしい。そして、あの、下から映るから。はい。素晴らしい。あ、もうちょっと下げた方がいいかな。ほら、動いた。この箱が動いた今。え、本当。もうちょっと下げた方がいいかな。ほら動いた。この箱が動いた今。え、本当。ハラエド社ですね。はい。こちらお供えさせていただきます。はい。神恩感謝。開運竜と姫旅一度より。はい。ハラエドですね。ハラエド三神。あ、四神ですね。セオリツ姫の御子と、いびきどぬしの御子と。はやさすらひ、あ、はやあきつ姫ですね。あきつ姫の御子と、はやさすら姫。ちょっと順番がね、はい、あの、ま、入れ替わってますけどね。あ、一般的には、せおりつ姫様、はやあきつ姫様、そうですね、いぶきどぬし様、はやさすら姫様っていう形で、ね、真ん中が逆になる、ね、あの、ノリトではね、水の速さの違いですよね。流れの違いが、ね、最後に早いところでしょ。あで、セオリツメさんは滝から降り落ちた、ね、水のすぐそばにいるから、あ、だからあの2人の姫神様とはちょっといる場所が違うんですよ。あ、確かにそう思うと、確かに元のところってことだもん、ね、早い川にいますですね、セオリツ姫の御事ですよね、うん、だんだん緩やくなってきた、うん、なってきた、参拝しましょう。参拝します。参礼です。払いたまえ、清めたまえ、かむながら、くしみたまえ、さきわいたまえ。払いたまえ、清めたまえ、噛むながら、くしみたまえ、さきわいたまえ。払いたまえ、清めたまえ、噛むながら、くしみたまえ、さきわいたまえ。この地に鎮座されます、八百万の神々に、すべての良きことが、雪崩のごとく起こります。いやさか。集まりか、集まりか、集まりか。集まりか、集まりか、集まりか。集まりか、集まりか、集まりか。かんながら、かんながら、たまちはやませ、かんながら、たまちはやませ、
神奈川多摩地図はやまさ徒歩神へ見た目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 ありがとうございます。神様ご先祖様どうぞ微笑んでください。ありがとうございます。ありがとうございます。私たちは幸せです。ありがとうございます。ありがとうございます。幸せです。本当はつぐってじゃあでしょ糸書いてはいはいつなぐ、ええ、そこの意味ですか。ああ棺やつなぐってことですか。天と結局それはどういうことか言うとな神をつなぐって意味で神の一番トップの近いところにいるのが天皇陛下やから、天皇家をつないでいくっていう意味にもなるんですよ。あ、ね、あ一応私はね中富の末裔だからね、そうですね天皇家を代々支えてきた、そうです、ね、家なのであ、ね、後ろがいや嬉しいね。あすごい本当にね歓迎していただいてます、はい、では三礼で、洗いたまい清めたまかむながらくしみたま先はえたまい、洗いたまい清めたまかむながらくしみたま先はえたまい、洗いたまい清めたま噛むながら、くしみたま、さきらいたまい。八百万の神が、すべての良きことが、雪崩のごとく起こります。いやさか。あちまり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 か。噛んながら、たまちはえません。かんながら、たまちはえます。かんながら、たまちはえます。徒歩かみえ、見た目。徒歩かみえ、見た目。徒歩かみえ、見た目。すべての魂に、いやさか。ありがとうございます。音玉奉納します。
やすか。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、何か落ちてきた。すごい飛んでる、いっぱい飛んでるよ。わあ、日差しがすごくなってる。ありがとうございます、うん、めっちゃ飛んでる。イラツメ、イラツメ、まくったイラツメ神社って書いてるが、当然女の姫様。ああ、これ、あ、稲川君の国造り。あ、だからここを代々祀ってた神社、社家ですね。いつもの国造りやったら、はい、千家系、ここは北島家で、だからそういうこと、稲川君の一番ですよ。うん、そうね。ああ、はい。だから、こっちは神様だから、どんどん上で、はい、さん入ってます。ああ、はい。こっちは神様の先に入れなくて、石原さんが使って、逆だと思うよ。こっち神様だから。あ、そういうような。ちゃんとあっちも入ってる。あ、少しですね。逆だと思うよ。ああ。逆だと思うよ。逆だと思うよ。神様と違うから。でも、まあ、この国造さんも見たら神様みたいな存在だから、大正の頃ですね。稲葉、あ、稲葉郡の郡長、山中竹次職竹次、まあ、今で言ったらあのほら市長さんが、誰か、ほら、ニコちゃんが誰かいる。こちら御神木ですね。左回りで回ってみたいと思います。させてください。はい。プロかな。素晴らしい。プロじゃなくて。これは、なんという笛なんですか。あんまり。笛なんですか。あんまり。あ、こういう。うん。石なんですか。石ですね。石笛みたいな。海岸で拾った。海岸で拾った。海岸で拾った。でそれでちょうど音が出た。
すごいな。すごいですね。ちょうど曲がたまみたいだなと思って。ああ、そうですね。ちょっとここくびれてて。ちょっとアップで。はい。暮らして。あ、指の文字をこうやって引いたところ、セオリキムさんと一緒に撮って。あ、じゃあ、よかった。よかった。面白いな。ね。あ、ちょっと待って。はい。お願いします。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。皆様ありがとうございます。明日三峰に行くんだって。あ、だめだ、鳥肌立っちゃう。すごい、いや、だめ、すごい鳥肌立っちゃうの。ぶわーってくるの。持ってるだけでもわーっと来てるよ。うん、すごい、もう鳥肌が止まんなくなっちゃう、すごい、ね、だってさっきの笛の音が姫様の声に聞こえたの。いや、すごい、本当にすごい。いや、なんかパワーアップしてんじゃないですか、なんか。めちゃくちゃ喜んでくれる。こうやっただけでも、すごい、ブワーって、もう、トラが立っちゃうよ。ああ、ありがとうございます。馬のような、馬面顔やったら、ビーズさんが。うわ、すごい、すごい。こっちも、こっちも光が入ってるし、こっちも。だから、とにかく、神殿とか拝殿とかに、光が入ってるときよく見たい。気づくね、来ます。神様。はい。なんとなく見えてくるんですよ。そう思ったらね、そういう言葉とか言ってね。はい、ちょっと待って、じゃあこれで、はい、はい、じゃあ皆様で参拝させていただきます。はい、はい、三礼で。洗いたまえ、清めたまう、かまながら、くしみたま、さきわえたまえ。はらいたまえ、清めたまう、かむながら、くしみたま、さきわえたまえ。はらいたまえ、清めたまう、かむながら、くしみたま、さきわえたまえ。この地に鎮座されます。八百万の神々、すべての良きことが流れのごとく起こります。いやさか。あちまりかん、あちまりかん、あちまりかん。あちまりかん、あちまりかん、あちまりかん。あちまりかん、あちまりかん、あちまりかん。かんながら、かんながら、たまちはえませ。かんながら、たまちはえませ。かんながら、
多摩地ファン徒歩神へ見た目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 ありがとうございます。全ての良きことが流れのごとく起こります。いやさか全ての魂にいやさかいやさかありがとうございます。ありがとうございます。いやすごい今あの光映ったんで後で見せますよ。絶対に映ってる。うん、わーって、うん、見たま通ってた、うん、通ってる、絶対に。まあ今で言ったら総理大臣みたいな人ね。写真撮っちゃダメですよね。あ、だ、いえ、いいです、はい、だって私そんなそんなのはあのお構いなしだからね。抱っこする。はい、ありがとうございます。はい、容器だ。お酒飲んでました、ね、触らない、触らない、触らないよ。まあ、あのパワーが強すぎるから迂闊に触るとね、まあ、へなへなへなってなって、ね、ビリビリビリっとくるとことあるので、はい、ね、左が無理やったら右もかもしれない。はい、左手つくんですか。せっかく来たんだ。あ、まず荷物置いてるので。いいですよ。いいですよ。はい、荷物がかかる。荷物係で出してください。もうちょっと出てる。頭の上ぐらい。はい、あ、よかった、よかった。じゃあ右鼻や、ね。あ、ここも鼻高い。荷物さんも。全然ね。はい、みんなブラスターとかつけた。いや、助けた。よかったね。諦めずにね。確かに本当にあるけど。じゃあこれちょっと持って。だってリュウちゃんがいるんだったら、お会長してあげなあかんでしょ。ね。ね。あれが気になるんですよね。ね、友人に。本当だ。見えますよね、あれ。あ、これが映るかな、これだけ映してるね。皆様、ありがとうございます。嬉しいのは、伊勢神宮に行ったら、ここ扉閉まってるじゃないですか。ほら、扉わざわざ開けてくれて、ね、まあ、これが最初の冒頭のページにね、天地開闢の始め、ね、神宝ね、だからあの別の読み方で言ったら、カンタカラって言うんですよね。カンタカラ。払いたまい、清めたまい。いて。払いたまい、清めたまい。いて。洗いたまえ、清めたまえ。うわ、すごいすごい。でも本当は
セオリスの人が一人行ったったらね、十分なんですよ。まあ言ったら、まあ、この神様たちのところで言ったらあるけどね、ほらほら、ここ見てほら、この岩っかってほら、すごい光がね。はい、乾杯します。洗いたまえ、清めたまえ、かむながら、くしみたま、さきあいたまえ。洗いたまえ、清めたまえ、かむながら、くしみたま、さきあいたまえ。洗いたまえ、清めたまえ、かむながら、くしみたま、さきあいたまえ。この地に鎮座されます八百万の神々に、すべての良きことが雪崩のごとく起こります。いやさか、あちまりか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 、かんながらたまちはえませ、かんながらたまちはえませ、かんながらたまちはえませ。ほほかみえ見た目、ほほかみえ見た目、ほほかみえ見た目、すべての魂にいやさか。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと奥だね。はい、お願いします。皆様ありがとうございます。姫様の声ありがとうございます。ゆうこりん号泣してます。皆さんありがとうございます。